い、どうもこんにちは、トンでございます。ということで今回なんですけれども、磯の上からお届けしております。実は僕去年の G 杯ぐらい、予選に出るときにですね、30キロぐらい巻き絵持っとって、ガッて持ったときに腰をですねピキッと言わしてしまいまして、でそこから1ヶ月ぐらい腰が痛くなって、で、ね、お医者さんとかいてちょっと治ったもんで、治ったっていうか痛みが引いたもんでしばらく放置しとったんですよ。そしたらまた痛み出して、もうかがめやんし曲げれやんし、こうなんかもうね、腰動かすたびに痛いんですよ。で寝とってもね痛くなってきて、それでねまた整形外科と、あと内科からね、内臓から来る腰の痛みもあるっていうので、内科へ行ったり血液検査したりとかね、いろいろやっとったんですよ。そしたらね、見てあげるよと、腰見てあげるよっていう先生がですね現れましてですね、この釣りの後ですね、今から、その先生のところへ向かいたいと思います。それではですね、先生のもとへ GO。店長、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。釣れませんでした。腕ですね。、船長、腰が痛いです。あ、悪いからですね。今から見させてもらいますよ。じゃあお願いします。はいはい、グレは何キロで釣れるんかと。はい。寝てもらっていいですか。はい、わかりました。だいぶ痛いですよね。はい、顔どうしたらいいの。ここに突っ込むの。はい、置いたまま、はい、もしそれ取ったら腸骨はちょっと上げますね。はいはい、ジャグラーやないかな。ジャグラーやないかな。ジャグだと思うよ。じゃんじゃんバリバリやないですか。ちょっとジャグラー見ますね。今から取る反応は今、あのお宅の体にシールを貼らせていただくんですが、はい、これはよく言う痛みを止めるためのシールじゃなくて、うん、骨はどの骨でもそれか、筋肉が基本的に骨を支えとるんで、うん、骨がずれると、ずれた分だけ筋肉による以上負担かけちゃうんですね。負担かけられると筋肉の、負担のかかってない筋肉と負担のかかれた筋肉では血流、流量が変わるんです。そうすると筋に硬くなるんです。あー、その辺っすね。で、こいつがいたずらしておるもんですから、その上のこれ、はい、こいつ、あーす、痛い。ね、この2つが悪さ。痛いよ、そう。で、その悪さのおかげで、悪さのおかげでこれが痛いんです。痛いって。これが言うの忘れたけど、うちの治療めちゃくちゃ痛いですからね。マジか。ほぐして悪い人ほど痛いからね。ほぐして悪い人ほど痛い。笑けてくるわ。しばしさん、予約入ってこないんですよ。どうしたらいいですか。整体の予約これで入るかも。全体の予約って勝手にこう、とか言うてくれんけど、やってもないのに電話かもう四つも五千円いっとったらもう、直さん。どこ痛い。お、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 なんだ、こっちからもう上上げて、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 おつれ入ったね。船長、今、ちょっとぶれそうになった。そんな大きいですか。ちょっと抑えますでね、もう痛くないと思いますが、はい。あ、大丈夫です。はい。大丈夫です。はい。大丈夫です。どこ行ったんだろうね。足の長さ揃ってる骨が揃ったで、あとはこの骨を支えてる筋肉、こっから行くんですが、
ここから扇形で筋肉が走ってますので、これが起きたりするときに骨が浮くときにこの筋肉は伸縮になってくれたらもう全然痛みないです。これずっと押さえて痛かったところです。押さえては痛くないですね、うん、はい。あなたの骨は一つの骨とその上の骨との、はい、うん、分かりやすく言えば1センチの隙間がなければいかん、はい、骨と骨とが当たらないように軟骨椎間板というのを貼ってるんですが、はい、それが5番と4番の間で、うん、右側の方がこういう形で狭かった、ここの隙間、はい、骨の、はい、でなおかつ上側が背中側へ出ておる、こういう形、それを今あなたの骨はコンと戻して出とった骨を内側に入れて、はい、この状態で今安定してるんです。はい、でこれをサポートしたのが今言う筋肉ですから、うん、その筋肉の伸縮を、はい、この状況になる前の筋肉にせないかので運動をお願いしたということです。はいはい、これが狭いとこの骨とこの骨との間から神経が出てくるんです、はい、その神経をこうなってるから出てく神経を圧迫するから動き方の角度において痛みと呼んでるんです。なるほど。で神経を当たる阻害しておるものをなくしてありますので、はい、筋肉さえ動いていただければ痛みというのがなくなる。ありがとうございます。どうぞ大事にしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。健康は何より大事なんです。店長ありがとうございました。はい、もう骨格は治ったんで、はい、あとはもう運動だけしてもらうだけなんで、運動で、はい、筋肉の一番深いところの、はい、深層筋、はい、深層筋がほぐれれば終わりです。おお、ありがとうございました。骨やっぱずれとったんですか。ね、4番が中入っとったですね。中入っとった。5番がアップですね。まあ僕には何のこっちゃ分かりませんけど、ありがとうございました。運動だけお願いします。はい。I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah?